ティアとモジュールを切り離すことに成功したんだ。つまりそれって、これでアインクラッドが地上に落ちることもなくなった。この世界は崩壊しなくて済む。この世界が維持されるんだから悪くない報酬だ。世界を守るだなんてゲームの話みたいね。まあゲームなんですけど、それでも本気で守りたいものだったし、守りきることができた。そうね、私たちのもう一つの現実を。しんどかったぜ。おい誰か手貸してくれ。たく、ほらよ、すまねえギル。もう年なんじゃないのか。おいおい、俺様はまだ若いっての。冗談だ。お前さんが走り回って戦っていたのはみんな知っているぜ。世界の崩壊は起きない。ああ、俺たちが止めた。そう、私は負けた。弱い者は淘汰される。ちょっと自分で命を絶つつもり？おい、何考えてんだ。ダメ！命を絶つのは間違っています。プレミア、なぜ止めるの？弱い者が存在する理由などないのに。存在する理由はあります。この世界で生きる限り誰にでも存在する理由がある。私はこの世界を生きて、命の尊さや人とのつながり、世界の広がりを知りました。そして人は誰でも可能性を持っていることを知りました。明日にはまた知らない発見をして、今とは違う自分がいるはずです。明日にはまた新しい仲間が横にいるかもしれません。そんなことをここにいる人たちに私は教えてもらいました。だけど明日は今よりももっと辛いかもしれない。それは明日にならなければわからない。辛いことだけじゃない。嬉しいことや楽しいことに巡り合う可能性はたくさんあるのだから。可能性。あなたの言葉を信じるわけではない。まだ今の私には理解できない。ただあの人も私もあなたたちの世界にいたら違う答えになっていたのかもしれない。あ、どこかに行っちゃいますよ。よほど響いたんじゃない？プレミアの言葉が。そうですね、
プレミアちゃんの思いがきっとあの子にも届いたんだと思います。この世界にはたくさんの可能性があるなんて言って、誰に似たのかしらね、この子は。きっとみんなだよ。この世界への思いはみんな一つだったんだから。そうかも。プレミアじゃなければ彼女は救えなかった。ありがとう。この先ティアと一緒に笑い合ったり楽しんだり共に過ごせる時は来るでしょうか。もちろんだ。可能性はたくさんあるんだからな。そうですね。これにて一件落着か。じゃ町に戻ろうぜ。そんでもって祝勝会だ。わーい、パーッと盛り上がろう。そういうことなら急いで準備をしちゃわないとね。よかった、プレミアちゃんや他のみんなを守ることができたんだね。ああ、私は皆さんと一緒にやりたいことがまだたくさんあります。うん、一緒にいろんなことをしようね。それは私たちの願いでもあるから。プレミア、これからも一緒に冒険を続けよう。約束しただろ、君の望みに協力するって。はい、これからも私を連れて行ってください。さあ行こう、プレミアちゃん。君の活躍は見させてもらったよ。ヒースクリフ、生きていたのか。存在することを生きていると表現するならばそういうことになる。今の私はネットワークへと分散した茅場明彦という意識の栄光。そのややこしい言い回しも相変わらずだな。すまない。それよりも相変わらずなのは君も同じではないかな。理不尽なクエストであっても立ち向かう姿はさながら SAO の時を感じさせるものがあった。まったく、見ていたなら助けに来いよ。こうして一つの意識として覚醒したのが今し方だったのでね。私を覚醒させたのはこのオリジンのカーディナルシステムだ。いや、 SAO のバックアップであるのならばカーディナルコピーとでも言おうか。カーディナルコピー。崩壊シミュレーションモジュールによるアインクラッド創生の一部として私は呼び出された。ネットワークを漂う無数の意識のかけらを収束し覚醒させるためには膨大な計算をする必要がある。カーディナルコピーはその計算のためにアミスフィアを使い分散コンピューティングを行ったのだ。無数のアミスフィアが処理落ちを起こしていたというのはそれが原因だったのか。そうまでして呼び出されるなんて、随分とカーディナルコピーに好かれているじゃないか。それは違う。カーディナルコピーにとっては私もただのコマに過ぎない。全てはデスゲームの舞台の再現のため。デスゲームの舞台の再現。そうだ、俺が受け取ったメッセージは、あのメッセージはお前が送ってきたんじゃないのか。ほう、そんなメッセージが送られていたとは。しかし送り主は私ではない。じゃあ、おそらくカーディナルコピーはアインクラッド再構築のために最適なプレイヤーを選び出したのだろう。
正体不明のメッセージを送ることで異質なクエストへの挑戦を促したと、そう考えられる。もしくはアインクラッドを再び創生するというカーディナルコピーの意思表示だったのかもしれないな。面白い考えだ。カーディナルコピーに意思があるのだとすれば、君を選んだことにも意味があるのかもしれないな。よほど嫌われているってことか。それとも過去そうだったように、今回もアインクラッドには君が必要だと判断したか。どうだろうな。ところでモジュールはどうなったんだ。ティアとのつながりは切り離したけど、存在自体はまだ残っているはず。心配には及ばない。モジュールのプロセスは完全に停止させた。あんたがやってくれたのか。いかにも。そうか。勘違いをしてもらっては困る。君らのためにやったわけではない。私もあのままモジュールを放っておくわけにはいかなかったのでね。カーディナルコピーはデスゲームの再現として私の意識を覚醒させた。つまりは百層のボスとしての召喚。それは私の本意ではないのだよ。そういうことか。さあ、そろそろ私はここを去ろう。最後に君へ渡したいものがある。渡したいもの？これは世界の種子、まだ見ぬ無数の世界への可能性だ。世界への可能性。芽吹けばどういうものかわかるはず。その後どう扱うかは君に託すことにする。もちろんすぐに消してしまっても構わない。しかし、もし君がこの世界の意味を追い続けるのであれば、芽吹いた先にその答えがあるかもしれない。ではさらばだ。会うことがあればまた。ヒースクリフ、あんたは俺にこれを託して何を見せようとしているんだ。この世界の意味、可能性。崩壊シミュレーションモジュールによるアイングラウンドの危機から数日、オリジンは何事もなかったように今日も多くのプレイヤーで賑わっている。中途半端に再構築されたアインクラッドは今もそのままの姿を保っている。運営は未だにこのことについての発表をしていないが、クローズドベータのせいもあってか大きな騒ぎにはなっていない。もしかするとゲームを停止させることの方が問題として大きくなるとの判断なのかもしれない。ジェネシスの行ったアミスフィアの改造は皮肉にもセキュリティホール改善へ大きく貢献した。それによりデジタルドラッグも使用できなくなり、トランスプレイヤーが現れることもなくなった。アミスフィアの処理落ちに関してもモジュールが消去されたことにより問題は解決。晴れてセブンも自由の身かと思われたが、すぐに別の研究が入ってきてしまい、未だに一緒に遊ぶことができていない。今度こそ早く片付けてみんなと遊ぶんだと今日も研究に全力を注いでいる。ヒースクリフ、カヤバはあれから一度も俺の前には現れていない。カヤバが俺に渡した世界の種子、ザ・シード。それは VR 環境に必要なシステムを可能な限りコンパクト化した VRMMO 開発支援パッケージだった。この支援パッケージがあれば VR ゲーム制作において問題とされているコスト面をクリアできる。つまり VR ゲームはこれから数多くリリースされ、
かつてない広がりを見せる可能性がある。そうすればこれから仮想現実の世界は。あ、またぼーっとしてる。ああ、ごめん。みんなで記念撮影なんですから、ぼーっとしてちゃダメですよ。そうだな。よし、バッチリ決めよう。はいはい、みんなあの記録結晶に注目。笑って笑って。はい、チーズ。よし、記念写真のご協力感謝。そんじゃ飯の続きにしようぜ。ねえ、写真撮るとき何を考えてたの？いや、大したことじゃないんだ。先のこと？なるほどなるほど、この後の作戦を練っているというわけね。索敵大会のことですよね。洞窟内に隠れているストレアさんを探すっていう。でもストレアって隠れるのが得意なのよね。誰も見つけられなくてストレアの勝利になりそう。いや、最悪俺たちがダメでもアルゴのスキルがあればいけるんじゃないか。俺っちのスキルはかくれんぼするためにあるわけじゃないぞ。でも期待をされたからにはいいとこ見せないとな。俺もアルゴに遅れを取らないようにしないと。満々だね。それなら私も本気出さなきゃ。前にも似たような遊びをした時、天井にぶら下がっていたのはびっくりしたよ。でしょ？今度はどこに隠れてびっくりさせようかな。言っておくけど、驚かすのが目的じゃないからな。私も勝負に備えてアスナさんのお弁当で力をつけておかなくちゃ。珍しく大食いの誰かさんの手が止まっているから、たくさん食べるなら今がチャンスよ。おっと、そうはいかないぞ。その肉団子は俺がマークしていたんだ。あ、ちょっと、私も食べたいんだから少しは遠慮しなさいよね。お弁当が足りなくても大丈夫。野営で鍛えた自給自足スキルで食材を現地調達するから。そんなスキルいつ実装されたんだよ。やっぱりこうしてみんなとピクニックするのって楽しいね。広々とした草原でご飯食べてゴローンって寝っ転がって、言うことないよ。これなら毎日やってもいいよな。そういや、言っておくことがあるんだけどよ。ん？どうして？ザ・シードの件、来週あたりにネットで拡散してみようと思ってんだ。ってことは安全の確認が取れたってことか。コネクション使いまくっていろいろ調べてみたけど問題はなさそうだ。あれが広まりゃすげえことになるぜ。 VR ゲームが次々と世に出てくる可能性があるよな。ただでさえVR ゲームといえば批判続きな上に開発が困難で、これで状況はガラッと変わると思うぜ。ほらそこ、いつまで二人で喋ってんだ。だいたいみんな食い終わったから、そろそろ索敵大会を始めようぜ。の、いよいよやるか。ここから少し歩いたところに洞窟があります。ユイは俺と一緒に行動だよな。よし、優勝を狙いに行こう。はい、任せてください。ストレアの行動パターンはすでに解析済みです。それじゃみんな移動するから準備をしてくれ。みんな楽しそう。それにしても今日の気象設定は最高だね。おかげでこうしてピクニックもできたしな。いろいろあってずっと延期しちゃってたもんね。よかった、こうしてみんなが一緒にいることができて。みんながそう望んだからだよ。俺もアスナもプレミアも。うん、さてと、それじゃあ行こうか。あプレミア、
いつまで寝ているんだ。早く起きないと置いていかれるぞ。起きました。弁当を食べたら眠くなったか。いいえ、寝っ転がってピクニックの醍醐味を味わっていました。青い空、広がる景色、よかった、気に入ってくれたみたいで。あ、どうしましたか。いや、プレミアとこうして一緒にいられてよかったと思ったんだ。でも時々考えることがある。プレミアやティア、この世界の人たちにとって俺たちという存在はどういうものなんだろう。俺たちがいることでこの世界に一体どんな影響を出してしまったんだろうって。難しい質問です。うまく答えが出せません。けれど、もしここにいなければ私たちが出会うことはなかったわけですから。つまり、あなたに出会えてよかった。そうだな、そのことは間違いなく良かったと言える。あの、ん?本妻はアスナ、妹はリーファ、娘はユイと把握しています。え?本?でしたら私は愛人にしてもらってもいいですか。誰からそんな知識を仕入れたんだ。それは秘密です。あまり変な影響は受けないようにな。まったく。行きましょう。ああ、行こう。人と AI、 現実と仮想、似て異なるものが混在し合う仮想現実の世界。そこで俺は仲間と出会い、日々を積み重ね共に生きてきた。もしかしたらそれが茅場が去り際に残したこの世界の意味という言葉に結びつくのかもしれない。仮想現実という俺たちにとってもう一つの現実、広がり続ける仮想現実の可能性を、俺は仲間たちと共に。